じゃあ第5回の資料、動名詞やっていきたいと思います。動名詞って何かなって言ったら、動詞を名詞にするものです。動名詞、じゃあ形から入っていきましょう。はい、動名詞の形、 V プラス ING、 V は動詞だね。そうです、動詞に ING をつけることで名詞になるんです。じゃあ意味確認していきます。意味、何々すること、つまり動詞の名詞化です。ここ大事なとこね、名詞化、名詞になるんですよ。名詞の役割をするんですよ、大事なとこです。じゃあ名詞の役割になったら、文の中でどんな働きをできるんですか。はい、そうです、主語、保護、目的語、この3つになることができます。じゃあそれぞれを見ていきましょう。こっちお願いします。はい、じゃあまず S、 主語になるとき見ていきましょう。 Collecting stamps is my hobby。 はい、この Collecting です。初っ端から出てきましたね。 Collect っていう動詞に ING をつけました。こうすることで切手を集めること、そういう意味になりますね。これが動詞の名詞化です。ここで注目してほしいのは動詞 is、 is がここにありますね。その前にあることです。動詞の前にある、はい、文の構造を思い出してください。ここにあるものは何ですか。そう、主語です。主語のところにこれが ING、 動詞プラス ING が来たら、まず疑ってやってください。動名詞かもしれません。はい、じゃあ次いきます。 C になるときです。 C、 C って何だったっけ。保護です。はい、主語の状態を説明するもの、それが保護です。じゃあ見ていきます。 Their wish is winning the game。 はい、この winning っていうのは、この wish を説明してますよね。 is はほにゃららであるって意味の動詞でした。つまりここの2つイコール関係で結べる、よく出てくる問題です。 この彼らの願い、これは何なのって聞いた時に、勝つことで説明できますよね。これが保護です。はい、保護になれるのは名詞化形容詞ということで、名詞になったことによって動詞のものが保護になることもできるんです。じゃあここでもう一回注目してほしいのが、ここにある動詞、この動詞が B 動詞の時、 B 動詞の時後ろに来るもの、保護が多かったですよね。はい、なぜならこれは何々である、何々だ、そういう意味の動詞だからです。そういう意味の動詞だから、主語を説明する保護が後ろに来るんですよ。B 動詞の後に、動詞プラス ING の形が出たら保護になることを疑ってみてください。はい、次 O になるときです。 O って何だっけ。目的語です。はい、じゃあ文見ていきます。 I like playing the piano。 I like playing the piano、 意味は私はピアノを弾くことが好きだって言うんです。この playing、like の目的になっています。プレイングすることが好きなんですよね。 like っていうのはもともと目的語を取れる動詞です。目的語を取れる動詞の後に名詞が来るんだから、それは目的語である可能性が高いです。したがって目的語を取れる動詞の後に動詞プラス ing、つまり名詞の役割になった動詞、名詞の役割になった動詞が来ることで、こいつが目的語になることが多い。まずそう疑ってみてあげてください。それで意味が通じればそう訳して構わないです。はい、ということでここまで動名詞ずらっとやってきましたけど、要は何かあって名詞になるんです。動詞が名詞になるから動名詞、あとは文の構造に従って名詞が入るところに入れてあげてください。はい、じゃあ次回の授業では動名詞と間違えやすい
同じ ING を使う分詞についてやるので、そっちも要チェックしてください。はい。